10月は立ち幅跳びを遠くに跳べるようになるためのエクササイズを紹介します。スタートポジションは足幅がだいたい肩幅くらいですね。この状態に置きます。まず軽くジャンプするんですが、これは本当に軽くでいいです。3センチ跳ぶくらいのイメージですね。で、そこから素早く下に沈み込みます。軽く跳んで下に、軽く跳んで下に、で、太ももは地面と平行くらいになるようにしていきます。そして腕は後ろに思いっきり振っていきます。足幅はだいたい肩幅くらいですね。ここから下に降りていくんですが、素早くスクワットの姿勢になりましょう。この姿勢をしっかり作るまでしっかり止まります。ここから前に思いっきり地面を蹴って立ち幅跳びをしていきましょう。降りるとき前に降りすぎないようにしましょう。前にこう行きすぎると着地はしにくいので、ここは真下に下がっていきます。そして着地のときもしっかり、かかとが地面についています。ついてて、かかとから地面を押して前に飛んでいきます。